2012年10月28日に第2回神戸丹山疎水ウォークが神戸市西区の兵庫酪農生活センター周辺で開催されました。この西区の方に遥か北区の大郷川と山田川から先人が水を引いていただいて、そのいろんな施設、特色ある施設をずっと巡り歩きながら、その先人の偉業、またその水を引いていただいた恩恵によって豊かな農が育まれている現状を見ていただいて、農業に対する理解を深めていただこうという趣旨で去年から行っております。神戸丹山疎水ウォークは兵庫酪農生活センター周辺の約11キロを歩き、参加者に疎水やため池の役割を知ってもらい、自然や歴史に触れてもらうために開催されました。全国疎水100選に選ばれた丹山疎水は、神戸市西区から加古川市に至る稲見の大地で稲作をするために、農業用水を引いてくるための水路です。老の口分水は明治24年に建設された。水の流れる量や水の勢いに関係なく正確に水を分けることができる施設です。参加者は興味津々な様子で説明に聞き入っていました。郷の池ではため池の水を抜いて、ため池全体の点検補修を行う貝掘りが行われました。貝掘りと申しますのはですね、ため池のですね、水を抜いてですね、そのため池に生息する生き物とかを観察するという行事なんですね。まあ、本来ならば、ため池には水が必要なんですけども、その水が必要となくなった、この秋の収穫以降の時期にですね、参加者の皆さんに、この池の生き物の捕まえるということを楽しんでいただくということも目的の一つとして行っております。また参加者の休憩所となった滅光ファームでは、新米のおにぎりや豚汁などが振る舞われ、参加者の疲れた体を癒していました。参加してみてどうでしたか？大変素晴らしかった。もう本当にね、感動してます。若返りました。見晴らしのいいところもありましたしね、コスモスも咲いてまして、もうとても気持ちが良かったと。そしてまた豚汁がとても美味しかったですありがとうございました。関東のこの町っていうか、ここの場所には何回か来たことはあるんですけど、田舎の風景を歩いたのは全く神戸長年おりながら初めてでしたので、とっても感激したしました。明治時代に作られ、現在まで大切に受け継がれながら、今も地域の農業を支えている丹山疎水を知ってもらうとともに、自然や歴史に触れてもらうために開催された丹山疎水ウォーク。参加者はウォーキングを楽しみながら神戸の自然を満喫していました。